こんにちは、もともの真似芸人の岡本まりです。今日はグレール購入品かっこ田中みな実さんっぽいアイテムをご紹介していきます。もうどれもプチプラです。もう田中みな実さんといえば私もモノマネメイクをやっています。そちらもぜひご覧いただければなと思います。はい、という感じで早速動画スタートしたいと思います。はい、まず最初はこちらです。これなんとこうやって2つセットになっています。中はこうやってタンクトップのリブのワンピースになっています。もうね、これは鎖骨が本当に綺麗に見えて、こうやって見せてもいいし、こうやったら隠れるので、どっちでもね使える感じになっています。で、寝袖はねちょっとポワーンってなっています。で、お腹のところがこうやってふわふわってなって、もうまさに本当可愛い感じです。結構甘めなデザインなので、逆に爽やかにブルーを選んでみました。続いてはこちらです。これはねすごい高見え綺麗見え、すごいです。まずここがね、鎖骨が綺麗に見えるデザインになっているんですよ。袖もポワンってなっていて、すごい可愛い、着汗効果抜群です。ウエストのところはねリボンがついていて、まあロングタイプなんですけれど、リブ型になっていて、本当にこれ安いです。こんな素敵なデザインなのに。続いてはこちらです。これなんとこのインナーとこのねワンピースとベルトが3点セットで、このね安さなんですよ。グレールすごいですよね。これは本当に着回しが効くし、あのベルトだけでも使えるし、このインナーはいろいろ着回し本当できるし、すごくお得なアイテムです。続いてはこちらです。白いトップスニットですね。これここがね V になっていて、すごい結構ね肩まで見える感じで、すごい痩せ見えするし大人っぽいデザインになっています。で、すごいのがじゃん、後ろレースになっています。これですね、なんと2way で、前後 2way で着れるんですよ。シンプルなデザインながらも、後ろはレースっていう華やかさもあって、しかも前後で着れる、すごい使い勝手がいいです。こうやってね、カジュアルにデニムに合わせても可愛いし、今トレンドの革のスカート、あの合皮とかのスカートにはもう合わせても可愛いし、まあね、丈もね短めなので、ほんとインしやすいです。こんな感じでグレールの購入品かっこ田中みな実さんっぽいアイテムをご紹介しました。もうどれもほんとプチプラなので、ぜひ概要欄の方にリンクだったり、あと商品名も掲載しているので、そちらをご覧いただければなと思います。もしよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。そして LINE ブログもやっています。1日3回配信しています。作ったご飯だったり、子供とのことだったり、まあプライベートのことが多いかな、載せています。ぜひご覧ください。さらにインスタグラムもやっています。ハッシュタグマリおすすめコスメで検索すると、過去の美容記事が一気にご覧いただけます。さらに12月に原案したアニメーションが公開されます。 YouTube 上での公開になります。ぜひご覧いただければなと思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。